小川平次小川平次は日本の政治家、労働大臣、自治大臣、文部大臣等を歴任した、鉄道大臣、司法大臣等を歴任した小川平吉の次男として東京都に生まれる。衆議院議員、後楽園スタジアム副社長等を務めた小川一平はに、日中国交回復後に初代中国大使を務めた外交官小川平次郎は弟、 宮沢喜一元首相及び衆議院議員、外交官小川元は、それぞれを意である。東京府立五中、旧生佐賀高等学校、1933年、東京帝国大学経済学部を卒業後、三菱商事入社。企画院の外閣団体、党は研究所を経て、1949年、第24回衆議院議員総選挙に、旧長野3区から立候補し、 当選、以後当選12回。第4次、吉田内閣の経済審議政務次官を経て、保守合同後は池田派に所属し、第1次池田内閣で内閣官房副長官。1967年、第2次佐藤内閣第一次改造内閣で、労働大臣として初入閣を果たす。以後1976年に福田武雄内閣で、 自治大臣国家公安委員会委員長、北海道開発庁、長官、1981年に鈴木善光内閣改造内閣で文部大臣を歴任。1983年政界を引退。出版社、強生の社長、会長も務めた。1983年君一等局日、大受賞受賞。1993年7月16日。 83歳にて死去。旧制佐賀高等学校在学中は、青ジアシタラと共に左翼運動に関与し、1年間の定学処分を受けたことがある。国粹主義者として知られた父、平吉は激怒し、赤は家の敷居をまたがせぬとして、1年間小川を親類に預け禁止させたという。文章時代の1八十二年に歴史教科書問題が起き、 中間との外交関係を重視する首相官邸外務省サイドと修正要求に応じることによる教科書検定制度の経外化を危惧する文部省事務方との間で対応に苦慮しながら調整に努め宮沢喜一内閣官房長官の談話で一応の事態収集を見た自民党切手の中小企業問題のエキスパートとして知られ長らく党政務調査会中小企業調査会の 会長を務めた、ありがとうございます。